俺こいつのこと好きやなって思ったんですよね。告白って、はい、女からさせるもんじゃないね。まあまあわかる、それはそうですよ。もう待ったなしやね今俺とノアって。彼氏は作れんの？夜の人って全然作れる。あ、そうなんや。すぐにでも彼氏欲しいんや。欲しい欲しい。そのなんていうか、その可能性としてっていうか、俺とノアちゃんが付き合うみたいな可能性ってある？ありがとうございました。サーカスで芸事をやってる動物に対して歓声を上げるのは古代コロセアムで、キリスト教徒とライオンを戦わして喜んでるのと一緒。よろしくお願いします。ちょっと長いですけど、ごめんなさいごめんなさい、皮肉です。今日朝からちょっとイライラすることありましたということでやっていきたいんですけど、今日も頑張りましょうということで、今日なんですけど、今日も大阪2日目ということで、はい、はい、またここの例のホテルなんですが、はい、昨日ね、配信はまだしてないんですかね、新宿のノアちゃんと、1日24時間ノアに24時間密着っていうのやったんですけど、はい、あ、もう配信はしてるかな、はい、それをやりまして、はい、で、まあ昨日いろいろありまして、まあ見ていただいた方もいると思うんですけど、まあやっぱりいい子、やっぱりいい人で、改めてやっぱ俺こいつのこと好きやなって思ったんですよね。俺こいつに惚れてるなって思ってな、で思ったから、はい、うん、ほらやっぱその告白って、はい、女からさせるもんじゃないね。まあまあわかる、それはそうです。もう待ったなしやね今俺とノアって。待ったはあります待ったはあります。待ってないだから、はい、告白ってやっぱ男からせなあかんから、まあ、告白はそうっすよ、うん、今のいい感じ、名言みたいにキランキランキランってもう一回繰り返しちゃって、告白って女からさせるもんじゃないね。俺こいつのこと好きやなもう待ったなしやね今。伝わります今日ノアちゃんがね、ちょっと今からまたあのご飯でも行こうよみたいな感じでちょっと来てくださるんですよね、はいはい、でまあ飯最後どの飯食って、でまあ僕も東京帰りますから、イーさん3人でね、はい、飯食ってね、バイバイしようみたいな話しちゃって、でまあここ来られるってことなんで、で部屋来るじゃないですか、はい、でまたイーさんいつものように、はい、ちょっと出てもらって気使って、あ、うん、またちょっと出て行ってもらって、俺がなんか言うからちょっと出て行って、それでまあまあ、うん、はい、はい、出て行ってくれて、で二人きりになるから、でガチやから、多分ノアちゃん下手したら今日すっぴん、あー、すっぴんかもしれない、ガチで、はいはいはい、隠し撮りで上の方にカメラ押さえて、そうですよ、タイトル通り言ってませんでしたけど、告白です。はい、ガチのやつ。ちょっとこれほんまのやつ言っていい？はい、結構俺いける思うで、マジで今回。翔さんあるんすか？うん、あるな。昨日だって俺もノアちゃんにあのなんか買ったの、ブレスレット買ってもらったならわかる。いけんじゃないの、競馬場やったら。買ったんですよ、競馬場に。買ってんからいけんじゃない。いっぱいいます、5万って言います。買う人5万って言います。店で一番安いやつ買った。いい子や、ノアちゃんもな、いい子やね、ほんまに。一番安いやつで店で、じゃあもういらんいらんいらん、いや買う買う、いらんいらん買う買う、ほなともう一番安いやつにしてっていう。いい子やね、すごいっすね、ほんまに、うん、あれこれいけるな俺って思った、あの時。ということで、ノアちゃんも今から来ますから、はい、僕もちょっとモザイクですけど、ガチなんで、そうですね、はい、ちなみにちょっと最近仲いいんで、タメ口で喋ってるんですけど、動画上はね、敬語で喋ってるんですけど、これリアルやから、うん、今回ちょっとタメ口になりますけど、まあ、友達っすもんね、うん、普通に僕仲いいんで、仲良くさせていただいてるんですよ、はい、ちょっと向こうはずっと背中をこっちに向ける頻度の方が多いんですけどね、73で背中こっち向いてますけど、待ってないですね、待ってないっていうんですけど、そういうのも分からないです、住んでるっていう可能性ありますから、分かります、お前に何が分かんねん、恋愛の、お前に恋愛の何が分かんねん。お前みたいな帰国子女に何が分かんねん。ハマってないっす。ということで、競馬が来ますから、独学していきますよ。ほんまに角度的にはほんまにいけると思ってる、俺は。あー。結構いけると思うで。結構。そうね、キモコだ、今の子。今めっちゃキモかったですね、結構いけると思うね、キモいな。ということで、やっていきますか。はい。はい、まあ今日もこんな時間です、まだ朝です。はい。いいですね。はい、もうこれでもう、本当にもう、今日これで大阪でバイバイやから。はい。言うて俺、月に2回ぐらいのおちゃんとるからな。なんだかんだ。あー。なんだかんだやね。あ、とるからな。よし、行こう。なんとか勢いだけね、押し切った。押し切りましたけど、今回のオープニング、勢いだけ。何一つ面白いこと言わずに。確かに。勢いで押し切りましたけど。はい、はい、はい、もう閉めてください。閉めっていいよ、もう閉めて。もう大丈夫、ほんまに大丈夫。何も出へんの、俺。これ、音響ってやって。もうやめとこう。ご飯どうしようかな、のーちゃん。うん、行きます。よし。こんな何強盗みたいな、そんな。して。いや、フードかぶるのくせなんですよ。何はい。耳かなって、なんか。デート前見すぎちゃう、はい、好きっすけどね。髪型おしゃれ。髪型おしゃれです。え、パーマ当ててるよな。パーマ当てます。うちの会社パーマ禁止やで。いや、いいでしょ。パーマぐらいいいでしょ。うっせーやん。うっせーやん。そのノリか、やっぱ帰国しようとそのノリか。いや、え、そうなの。ノアちゃんもそうやん。そうやんね。やっとこうの。僕、帰国しないですよ。アメリカだいぶ行ってただけです。そうなの。ノアちゃんだって、あれやもんね、英語。海外行ってたよね。ニュージーランドの高校卒業。高校だともうペラスのじゃん。
え、何今言うのペラ今まで言うと俺とノアちゃん一瞬時止まったけどスタンド持ってますそういう時止まったけど一瞬いや、すごいですよ、高校の方がなんかあ、そうなんや上達早いって聞きますお店柔らかいからそうですねだって俺一回言われたことはもう地域言ったやんか、俺英会話の先生探してる時ってああ、いや探してる時にラウンジに英語喋れる子が多いイメージで勝手なでこう探し回ってたら最初に言われたのはノアちゃんに教えてもらうからノアちゃん長いんじゃないですかどうしたどうしたあ、なんか言ってたらその話、うんうん、教えてもらおうと確かにそんな返事まで来てないあれスルーしてたそれ高いでしょあ、じゃあ昨日ありがとうほんまにはい、楽しかったありがとうございますほんまにありがとういやいい動画撮れたな、昨日な昨日良かったですね、ほんまに楽しかったまた、ほんまにうん、めっちゃ楽しかったグッと距離が縮まったよねいやほんまにほんまにいや、イーさんはさ、どんかいか気づいてんねんけどイー、うん、さんだけ、この3人の中でイーさんだけ気づいてんのじゃあ、グッと距離縮まったよね、ノアちゃんとね楽しかったよいや、分かってん、そうか、分からんかまだじゃあ言ってからな、逆に言ってからなあ、ノアちゃん、なんかどう思う、うん、うんとなあ、イーさんあれやったら、ちょっと買ってきてくれへんえ買ってきてくれへん何をすかで、何をすかって冷蔵庫ないっすかそこ入ってませんなんかいろいろいや入ってるけど、はい、そのノアちゃんの口に合わんからそんなことないでしょいやほんまにノアちゃんの口に合うかな大丈夫大丈夫って言ってますノアちゃんってだってあれやもんね確か飲める水が1本3万ぐらいのこういうクリスタルビラついてるあれしか飲めへんもんねノアちゃんね王冠ついてるやつ普段のところ普通に水道水でも飲めるどんだけ英語やねどんだけ英語やねほんまにじゃあ今キリンの生茶しかないけどでもこれ俺が飲んじゃうからいや、いつも感じでしょキリンの生茶は俺やからノアちゃんの感想好きになっちゃうから好きすぎでしょ、生茶ずっと飲んでますやんうん、好きやなキリンにめっちゃハマっていたそうなの関節キスはできへんからさ、まあ、事務所の NG とか、それいろいろあるからはい、ルームサービス呼びます買ってきて買ってきますうんルームサービス呼びますいや、買ってきて買ってきますかうんまあもういいっすよコンビニ近くあるからあ、そうですか行ってきますかじゃあ。うん。ほんまに変なの調べてくださいね。ええ。ほんまに。じゃあほんまに入ってきて。すごいで、ちょっとなんか打ち合わせしながら、次の。俺ら打ち合わせして、はい。ほんで、飯どうするかみたいな話しながら。あ、了解です。え、なんか買ってきます他。飲み物だけでいいですか任すわ、じゃあ。あ、適当に。うん。キリン、俺はキリンでね。キリン。セブンイレブンじゃなきゃあかん、絶対に。絶対セブンですかいや、ファミマでも、ローソンでもどっちでもいい。じゃあ行ってきます。はい、帰ってきてね。はい。いや、そいつなんだ、ええで。足悪いやろ気づくやろそれ足両足いやごめんねなんか俺だけ飲んでてごめんほんまに水とかしかないねうん大丈夫うんほんまええの取れたわ楽しかったちょっと楽しかったうんちょっとデートかなって勘違いした俺もしかしてあれって俺カメラ回ってるちょっと一瞬忘れたほんまに、まあ、そういう時あんねんな撮影の時たまに張り込むとそういう時なんねんか、うん、これあれあれやね結構プロやなつないとかで久しぶりでも俺女性と絡んだかなと思ってそういやほんまにほんまにいやなんかそんなことなくないでもいや全然だって俺誰か飲みに行く時ってのもう決まった人しかおらんもんインスタに載ってる人だけノアちゃんと、うん、あとなんか友達仲良くしてる人だけみたいないやほんまに全然遊べへんなうん全然、うん、ごめん、うん、え話聞いてたうん話聞いてた俺のうん全然遊んでへんっていうああ、うん全然遊んでへんアピールしてんねんけど今うんえ、遊んでそうまずうんうんしか言われへんよ首立てにしか言わないやんうん、うん、そっか、遊んでそうか遊んでそうなキャラあるイメージあるかうんイメージあんまよくないねうんまあ、イエスマンかなんか忠実な僕かなんかうんえ、もしかしてイメージ悪い俺ってうんそう、うん、そっか。うん、しか言ってない。全然。いやでもこの間のあれ話変わるけど、撮影のやつもめっちゃ良かった。再生数めっちゃいった。家のやつ。うん。あでもめっちゃ言われる。なんかでも家になんかいかにも家来たことあるみたいな言い方される。お前家のあれさ、あの家具さとか言って、YouTube に上がってるから、うん、みんなのお家に来たことある感じで喋ってくる。ああそういうことね。ああそういうことね。ああ。入ったことないやろ。あ、そっかそっかそっか。そうもう慣れたけど確かにあるねそう逆もそうやもんそれはあるあるそっか確かに気持ち悪いよねそれキモいなと思って確かに変な感じするよね、うん、ワンチャン僕は読むよね会話でなんかそういう人おったらいやでもそんぐらい有名やから全然ありがとういつもそんな
最近あれ話変わるけど、仕事とかしててさ、夜の人ってめっちゃ聞きたかったけど、動画ではさ、まあややこしなのかも聞かなかったけど、彼氏とか作れんの？夜の人って全然作れる。あ、そうなんや。言わんもんね、それはもちろん。できたら言いたい派。え、マジで？彼氏できたら彼氏おるって言っちゃう。メンヘラ？いや、メンヘラ、オープンだけ。オープンだけか。メンヘラかなと思って。あ、そうなんや。できたら言うんや。言う。初対面とかは言わんけど、仲良くさんとか全然言う。あ、そうなんや。もーちゃん、どんなデートするの？あれ、あの、この間ドラマみたいなデートするの？いや、言い過ぎやろ。全然ちゃうやん、なんか雰囲気。え、どうだ、彼氏と行きたいとことかなん、進撃のノアが彼氏と行きたいとことかなん、それ聞いてみたい。ディズニーランド。あ、そう、言うとこだ。富士急とか。富士急。あ、そうなんや。俺絶叫ならへんもんな。別にラオさんと行きたいって言ってるわけ。そうか、あくまで彼氏と。ごめんごめん、俺で例えてもらう。ごめんごめん、そうかそうか、彼氏やもんな。俺が LG だもん、ごめんごめん。大変やね、ノアちゃん。有名人やから。その昨日の撮影の時もそうやけど、すれ違うだけで女の子がなんか、ほんだキャーみたいに泣きそうになっててみたいなあれとかもそうやけど、やりにくい。そうか、逆に隠されへんよね、もう彼氏できたら、うんね、いや、なんか手繋いでとか歩きたいタイプ。え、マジでめっちゃ可愛いやん。ほんまに、うん、俺もほんまそんなんやで。でもへー、俺手繋いで歩いてるもん。へー、聞いてるやん。あかんやん、すごいなと。若いもんな。でも20だって3とか4でしょ、うん、そういうの憧れるんや。憧れるっていうか、え、どのぐらい彼氏おらんの？そんな期間も長くないな。あ、そうなんや、うん、まあ、おらん方が不自然は逆に、うん、そんなオープンやし、そのどう見てもモテるのに、しかり全てがさ。そうなんや。ていうかあれやもんね、最近マネージャーにもなってランセンだけ、うん、めっちゃ忙しいんじゃん。大変、仕事がめっちゃ増えて。あれ昨日もあれすごかったな。プロ服もそうやけど、うん、女の子からも LINE とかめっちゃ来るから。あ、そうなんや。こういう時どうしたらいいですかとか、うん、いやいやいや、あ、朝方とか電話かかってきたりとか、どうしたらいいですか。マジで。そうか、マジで。そうそう、プロ服の朝迎えに行ってあげてとか。あ、そうなんや、まあ、ちゃんと考えて。いやいや、それでもきついよな、急に。今までなかった仕事がさ、うん、増えるってのはきついよな、絶対。運動してきた。話聞こうかなと思って、ちゃんと。あ、こっちの方が喋りやすかった。あ、マジ。そっちなんか、隣苦手。いや、別に。そうそうそう、ごめんごめん、急に距離詰めすぎたね、うん、ごめんごめんごめん。腰痛いかなと。そうか、今までやってへんから仕事増えるし、うん、大変やね。大変。そんな働いてんの？え、将来何どうすんの？何目指してんの？お嫁さんとかね、普通にいい意味で。ないねん、目指すことが。目標とかないの？うん、今がいい。今現状維持だから社長になる。マジで楽しい。でも大変な分楽しいから。恋愛する時間ないよね。でもしたい、めっちゃ恋愛体質。あ、そうなんや、うん、一緒やん。あ、へぇ。引いてるやん。さっきより引いてるやん、多めに。あ、そうなんや。俺もほんま恋愛体質。俺ほんまめっちゃ寂しがりやん。そうね、俺ほんまにそうやで。ほんまにもうあれやもん、女って別れたりしたら、うん、仲いい人って俺も数人しかおらんだけど、うん、もうすぐ LINE する。寂しがりハグしてる。俺ほんまあかんの、もうさ、俺が寂しがりやで。そうやな、恋愛大事やな。じゃあもうすぐにでも彼氏欲しいんや。欲しい欲しい、キュンキュンしたい。あ、分かるわ。え、どんなんがタイプなの？年上？年下？年上。年上なんや。何歳上でもいいんや。うん、別に年収とかこだわらないの？別に好きな人は好きやん、うんうん、見た目とか必ず決まった見た目とかタイプない？ないないない。あ、でもやっぱ喋っとって気があった人や、うん、毎回だからタイプ違うんや、ある意味。あ、違う。あ、でもお酒強くないと無理。え、なんでなん？え、なんか無理や。条件第一、第一候補かもしれない。そうなんや。いきなり入ってるやん、俺。じゃあ候補。俺いきなり候補入ってるやん。強かったっけ？俺強いやん。いやいや、ノアちゃんほどはないけど、強いね。それなりに飲める方やと思う、また、うん、ちなみに何やろ、ここまでの条件。まあだから優しい人、それも定番や、うん、万人の女性の意見でしょ、うん、怒らないとか優しいとか、うん、え、あれ駆け引きせんな、嫌な人。なんかたまにちょっと嫉妬させてほしいとか、怒ってほしいとか、なんかそういう、え、メンヘラじゃないもんね。うん、そんなんない。たまにおるやん、そういうやつ。どうない。普通に。あ、でもどっちかっていうと追っかけたいタイプか。え、じゃあ普通にずっと優しくされるの嫌な。多分嫌じゃない、そのまま住めがいいけど、飽き性やからね、すぐ飽き。あ、そうなんや。もう優しさだけで包まれるの分かんねや。うん、そうなんや。多分、分からんけど。じゃ
じゃあちょっとはそうか、心配させるじゃないけど、なんか恋愛やね。うんうん、なるほど、俺も女欲しいな。え、のまちゃんさ、まあ言うて動画上ではいつも敬語やんか俺ら、うん、で、まあ実際タメ語で喋ってるしさ、うん、まあなんだかんだ長いやんもん、うん、東京来たら、まあ言うてたまには会うしみたいな、確かに感じやんか。そのなんていうか、その可能性としてっていうか、うん、俺はさ、うん、もう今更言うことじゃないけど、毎回言ってるけど、俺はのまちゃんめっちゃ好きやつってやんか、うん、毎回言ってるやん、まあ、あれもな、冗談っぽく言ってるけど、まあ冗談じゃないってもうぶっちゃけわかるやんか、うん。いや、ほんまにもうちょっと真剣な話だけど、なんかそのなんていうかな、可能性として、なんかその付き合うっていうか、そのカップルみたいな、なんか恋愛する時間ないよね。でもしたい、めっちゃ恋愛体質。え、どんなのがタイプなの？年上？年下？年上。年上なんや、何歳上でもいいんや。なんかワンクだったんすね。本当にうざー。ワンクそうするな、お前。なんか僕だけお風呂覗いてもいいですか？どうぞ。いいですか？匂いする。あ、匂いかくな。匂いかくな。キモーい。なんかその付き合うっていうか、そのカップルみたいな、なんか俺が、俺とのあちゃんが付き合うみたいな可能性ってある？なんか付き合いたいね、なんか。え、ラオさん不細工から無理。条件に入ってへんかったやん、それお酒強かったらいけるんじゃん。いや、え、イケメンじゃないとあかんみたいな条件あったそれ。ラオさんは無性からもマジ無性やん。てか、全国の、うん、あのキャバ嬢から、うん、めっちゃ嫌われてんの。黙っとこうと思ったけど俺ディスりすぎてるから、挨拶でキャバ嬢のオープニングで店かけ上がらず税金払ってんとかって来られてさ、めっちゃ DM 来てん、それ言わんといてくださいみたいな。マジ俺ディスりすぎてるから、マジ俺全国のキャバ嬢から嫌いでんの、全国な、うん、それめっちゃやばない、うん、人数多ない、うん、ガチ嫌われてる彼女は嫌やな。嫌われてる彼氏は嫌、うん、あ、そう、嫌われてる彼氏は嫌な、あ、そっかそっかそっか、うん、そうやな、それちょっときついか、うん、逆にツンデレみたいになるんじゃん。ツンデレで意味違うか。全然ちゃう。嘘やん。イケメン？どんなタイプなの？顔のタイプ、それちょっと言ってよ。え？顔のタイプどんな？ラマさん以外。あ、マジで？言うてあと6000万人ぐらいおるよ。いける？マジで？うん、俺あかんねんや。ラマエルかラマエル以外かってんじゃん。どうなんだよ。かー、俺あかんねんや。なんで俺キャバ嬢にやっぱハマらんやんの俺って。なんでなんかな、キャバ嬢にハマらんやんの俺って。あ、でもこれはありがとう。あー、全然全然ありがとう。申し訳ない、逆に気使ってもらって撮影という申し訳ない、ほんまに。そうか、今日この後ご飯なしにしよう。検証なんですけど、あのイタリア料理店で中身全部中華でも絶対気づかない説、これちょっとやっていこうかなと思います。例えばもうこれとか、もうこれとか、あとこれとかを皆様で、あのうまいことお皿だけあのお借りするんで、お店の盛り付けはお任せします。めっちゃ前だな。創作イタリアンで、なんかここのコンセプトがほんまイタリア料理ってこんなんやでっていう。ある、ほんまに、あるあるあるよ、あ、ヨーロッパ周遊したことある。あ、変わった形してる。これはカルボナーラ、カラシも付いてる、なんか餃子みたい。え、安いね。安いね。フルーツ安いよ。え、